次は行分正隆なり。大手もこの行分が通さぬ。
供養いかがかね。供養さよ、死者たちのご冥福のため品を売っておる。見たところあんたも随分と殺しておるな。ご供養していきなされよ。死者があるところどこへ行こう。死者たちにご冥福あれ。お前さん、面白いものを手に入れたな。それは、からくり筒。忍び義手の、真となる仕掛けよ。どれ、仕込んでやろう。この仕掛けで何ができる？真となるこの仕掛けがあれば、筒薬と組み合わせ、お前さんの忍び義手の牙を、さらに研ぎ澄ますことができる。筒薬とは何だ？
からくり筒と共に使う鉄のくず、あるいは炎症といったものじゃな。使えそうな筒薬を見つけたら持ってくるといい。何をしている？あなたですか。竜害の調べのため物資殿が吐いた血の塊をいただいていたのです。血の塊？はい、咳とともに出たものです。血の色がわずかに淀んでいるような。しかしこれだけでは定かには。できることはあるか？竜害にかかった者が吐いた血の塊、それがもっとあればより詳しい調べをできます。竜害にかかった者がいれば当たってみよう。お願いします。ではまた。あんたが生き残ったのかい。鬼の行部様もやっと屍になれたかね。けれど何も変わりやしないよ。戦は続き、屍は積まれ、怨嗟ばかりが満ち満ちる。あんた考えたことがあるかい。そういう怨嗟がどこに積もっていくのかを。ないだろう。ないだろうね。だからこそあんたもあやつも哀れなことだよ。さあ、ババが何を語る。あんたの親そういう。ネズミがもう一匹、いや、その目、飢えた狼か。切る前に名を聞いてやる。名乗り！わしに名乗る名などないか。忍びは大概そうじゃ。名乗らず死におる。じゃが、その左腕、忍び義手とは懐かしい。なるほど。石腕の狼か。気に入ったぞ。ならば、石色、お主をそう呼ぼう。お前は何だ？わしはアシナの天狗よ。王赤炉、お主もネズミ狩りをせぬか。何だと？
このアシナにはネズミが入り込んでおる。うじゃうじゃと我が物顔でな。ネズミもいろいろじゃが、それを片端から切り捨てるのよ。どうやらお主にも人斬りの才がある。その才を磨くのに役立とう。どうじゃセキロ、ネズミ狩りを捨てぬか。承知した。よしセキロよ、ならばこれをくれてやる。これはネズミの顔、それと巣穴じゃ。切ってまいれ。さすればお主の戦に役立つものをやろう。どうした？よどみにやがって。なんだと？あいにくじゃが、あとは。
狼殿。では。
一身の病、やはり重いようじゃ。うん、たとえ源一郎が俺ど、アシナの国長くはなさそうだの。してもう一つの任は、城の蛇谷の側が黒笠で騒がしいようじゃ。ならば次はそちらよ。だが最新にな、黒笠の無事な生中にはやれぬぞ。
本当にあれを戦に使うつもりかの。ああ、だが仕方なかろうて。アシナは今や存亡の危機、なりふりなど構っておれぬでな。じゃが、ええ、ちゃんとせえ、ちゃんと。そんな風では巻き込まれちまうぞ。一度起これば敵味方の別などなかろうてな。Oh!
お主、太郎兵に鎧を着せたそうじゃな。ああ、あやつめ、うずりおってな。まったく難儀な仕事じゃった。だがその甲斐はあったのではないか。あの巨体と攻撃に加え、今や刃も通さぬのじゃからな。まあ、その通りじゃな。無理くり着せているからの。何かあれば、鎧はすぐに剥がれちまうさ。この辺りに忍びが入り込んだそうじゃ。探してくれ。心得たが、最近頻繁ではないか。なあ、それだけ戦が近いということじゃろう。だからこそ、放ってはおけぬでな。
け。
なんじオオカミ殿。では。九郎様、刻限ですね、エマ殿。分かっています。源一郎殿がお待ちなのでしょう。天守の上階に戻ります。狼よ、あの時吹いてくれた葦の羽笛じゃ、こたびはそなたが、音を頼りに、きっと参れ。
旦那、この城の侍じゃないみたいだな。忍び、それもかなりの手だれと見た。おう。だったらよ、この辺りについては下手こいちまってな。しつまったく、足名の真面目侍ともめ、俺なんか追っかけてる場合じゃないだろ。ああ、もちろん俺の食いぶちはこの辺りの侍たちをいいネタを。皆の衆、分かっておるな。来たるべきは芦名存亡の戦、一心様、そして芦名の民のために命を捨てて参ろうぞ。我らこそ芦名、不当の芦名衆よ。
皆の衆、分かっておるな。来たるべきは。皆の衆、分かっておるな。来たるべきは、アシナ存亡の戦。一心様、そしてアシナの民のために、命を捨てて参ろうぞ。我らこそアシナ。
皆の衆、分かっておるな。来たるべきは芦名存亡の戦。一心様、そして芦名の民のために命を捨てて参ろうぞ。我らこそ芦名、不当の芦名衆よ。おう、芦名の。
皆の衆、分かっておるな。来たるべきは、アシナ存亡の戦。一心様、そしてアシナの民のために、命を捨てて参ろうぞ。我らこそアシナ、不当のアシナ衆よ。おう、アシナのために。あんな相当の手だれなんだな。助かったぜ。約束の礼だ。受け取ってくんな。じゃあな旦那。